特殊詐欺を防ぐための防犯講習で活用できる防犯電話のセットが奈良県防犯協会から県警に貸与されました。特殊詐欺の9割は固定電話への接触で、県警は固定電話への防犯対策を呼びかけています。奈良県防犯協会から県警に貸与された防犯講習用の防犯電話は、登録されていない番号からの着信ではランプが赤く点滅し、注意喚起のメッセージが流れます。登録されていない携帯電話からです。同時に犯人側には名前を名乗るように促すメッセージが流れます。県警では今後県内で開催する防犯講習などで使いたいとしています。この固定電話に何らかの対策をすれば被害の多くは防げます。そこでご高齢のご家族をお持ちのですね、家族の方がこういう防犯電話をですね、家族のところにプレゼントしていただくとかいうことで、ご家族が被害に遭わないようにしていただければありがたいです。